さあ、テケテゲーミングのお時間です。今日はですね、久しぶりに MBC を出ての撮影になるんですよ。というのもですね、ある人に呼び出されてるんですよね。えいたくさん、いたえいたくさん、いた待ってましたよそう、はい、あらだちゃんね。そうなんですよ。以前クレーンゲーム系 YouTuber もっかいチャンネルさんに教えてもらいながらオンラインクレーンゲームで対決した2人、結果は英国の勝利でした。自分で言い出した罰ゲームでひどいことになってましたもんね。そこの傷を掘り返さないでください。いやもうそれ、その模様がこちらになります。嫁に行けないかと思いましたなので今日はそのリベンジにやってきました。何するの、はい、今日は謎解き脱出ゲームを一緒にしていただこうと思います。面白そう、はい、そうなんです。今回のテケテゲーミングは川原が持ち込み企画謎解き脱出ゲームに挑戦。謎解きに頭をフル回転させる2人、対決の行方は。川原田がやってきたのは鹿児島市天文館にあるバーパーティー。こちらで謎解き脱出ゲームが行われます。ここで謎解きゲームを行うんですが、やっぱり私たちだけじゃ謎解きゲームできないということで、今日はエスコートしてくださる方もお呼びしました。この方です。ごきげんよう。謎に使える給仕給仕です。いや、すごい怪しいんですけど、キュージーさん、キュージーさんです。キュージーです。キュージーさん、キュージー、ちょっとすいません、このルンネット撮っていただくことって可能ですか。改めて謎解きを主催している四季と申します。あ、そういう謎解きとかをされてる方なんですか。はい、謎解きを制作して、皆さんにイベントで楽しんでいただけるっていうのを主催したりしてます。はい、まずは謎解きの練習問題に挑戦。じゃあ準備はいいですか。はい、いただきます。第1問、ででんこれ、うわ、なんだこれ、ちょっと待ってよ。はい、やだ、最先端のベルト。違います。違いますかね。ブラックホールみたいな。ちょっとどういうことですか。なるほど、デザインみたいなことですか。あ、こういうのが東京にはあるのかな。これ謎解きですので、一応これその新作のベルトとかではございません。違うんですか、はい、こちら何かを表してます。似合うと思ったんだけどな、はい、多分、ちょっと待ってくださいね。なんかこういう問題って書いてあるんですか。こういう本当にわかんない。だからちょっとね、私はね、英徳の言う通り鏡写しがヒント。さらにこの向きで考えてみてください。皆さんわかりますか。なんで全然わかんない。最終ヒントいきましょうか。じゃあ僕は隠してあげますね、はい、ちょっとずつ隠してあげます。ですよね、あ、そっち、ちょっと隠していってますね。そっち、分かったら書いてください。イエーイ、こちら正解です。おめでとうございます。これを口角した時に上から読むとアルファベットでテーゲーテーゲーということですね。テーゲーです。うわー、はい、見方を変えるっていうのも、見方を変える謎解きに大事な要素ですので、あ、特性ありますね。1ポイント、やったイエーイ。普通に悔しいな。これは結構早押しになるかもですね。そう、はいはい、じゃあ行きます、はい、問題、バン。あ、ちょっと分かった、でもね、紫ないよね。
ヒントが欲しい場合はおっしゃってください。え、紫ないですよね。紫、まあ、これは紫ですね。そうですよね。混ぜたらいいってことなんじゃないですか。何かの。ちょっとやっちゃったんだけど、わかんないの。おっと、何色だ。わかった。これ何色ですか、ね、そこまで言ってわからない。あ、わかった。ちょっとわかった。なんだっけ。正解です。おめでとうございます。やったー。いや、すごいヒントくれたもん。まあ、ハテナを埋めていただくんですけど、はいはい、まあ、ハテナの色がこちらの色とリンクしてるっていう問題ですね、はいはい、なので、まあ、黒同士も同じ色でリンクしてますと、はいはい、で緑なのでここは、まあ、ハテナはな、はい、ただ問題が次ですね、紫。そう、紫がないなと思ってたんですよ、はい、結構早く、ね、気づかれていたので、あ、はい、まあ、赤と青を足すと紫色になるので、ここの外を濁点ですね。すごい。でここがゾ、うんうん、で黄色はと、黒は木なので答えは謎解きでした。3問目はこちら。答えは3文字。その答えの1文字目を変えると天井が丸い建物、2文字目を変えるとめちゃくちゃ忙しくて大変なこと、3文字目を変えると門。ちょっと難しいかも。ゲーム。正解です。え、なんで。日頃の行いですか。ゲームの最初のこのゲを変えるとドーム、ゲームの真ん中を変えると激務になって、ゲームの最後の文字を変えるとゲートになる、はい、それを全部組み合わせた時にゲームが答えってことですね。ですやったそれで今何体ないですか。今3対0です。それでは最終練習問題、はい、頭柔らかく、解けた方は10ポイント。よし、10ポイントやずるいわ。ではいきます、はい、問題、じゃん、じゃん。え、何、鳥怪我をしてて未知の場所に行って調べる。一つ言うとですね、はい、ここ同じ記号なの で、同じ文字が入るっていうふうに考えていただければ、はい、なので、なんけ、同じ言葉が入る鳥を普通に連想して。あー、わかった。え、ちょっとだよ、きっとこうですよね。あ、やりました、やりました。正解発表。鳥はキツツキ。怪我をした時は痛い。未知の場所に行って調べるは探検。ということで正解は対決でした。はい、対決です。え、待って、正解です。やったー。英徳さんが思ったよりも強いですがよ。頭柔らかいから。僕の場合ですと問題作るときに答えからこう作ってから、その答えにどうやってたどり着けるかっていうふうに作っていきます。対決ってなるようにするにはどうしていこうかな感じで、はい、なので子猫とかいろんなその逆さ言葉をもう探したりとかですね、新聞紙とか、それで対決になるようにちょっと探したって形です。へー、言葉遊びとかしてても全然作られるので。そうなんですね、はい、ちなみに最初から読んでいくとてげてげ、謎解き、うん、ゲーム、対決ってことで、はい、なので今からお二人には本番のこちらの謎解き脱出ゲームを挑戦していただきます。あ、楽しみです。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは勝てるな。さあ、いよいよ脱出ゲームを始めたいと思います。はい、え、どうやって勝負するの。はい、脱出する時の貢献度が高かったそのポイントを四季さんに判定していただきたいと思います。謎解くのはもちろん早い方がポイントが高いんですけど、その謎を解くためのヒントにつながる行動とか、うん、発言も結構僕があの独断と偏見で加点していきますので、はい、2人が挑戦する謎解き脱出ゲームの舞台はこちら。今は牢屋として使われているが、以前は大泥棒ブラックジャックのアジトだった場所で、ブラックダイヤという宝が隠されているらしい。おいしい。はい、ちょっとすごい。すごい本書が出てきた。最近ここに勤めている武藤だ。武藤、あれ、君たち二人には言いたいことがある。
エイトくん、お前は番組で負けすぎだ。その罪を償いなさい。さあ入りなさい。すいません。反省してます。川原田。はい。お前は持ち込み企画なのに練習問題で負けている。罪だ。普通にすいません。償いなさい。さあ入りなさい。いやすごい。鍵閉まりましたよ。待って、怖い。そして。部屋に入れられましたね。ちょっとなんかやっぱり怖いですね。なんかでもいよいよ始まるってことですね。そうですね。おう、新入さんかい。です。おお、なんかよっぽど悪い罪じゃないとここ入らないけど、よっぽど罪を犯してきたんだな。そう、そうなんだ。ですよね。ああ、俺の名前ババジュンって言うんだよ。ババジュンさん。ああ、もう半年ぐらいここに入ってんだかな。まあまあまあ、あの監視はな、最近入ったイケスカねやつだけど。ああ、まあまあまあ、のんびりしていこうや。はい、わかりました。何の音だ？何の音ですか？何の音？こんなの初めてだ。私です、ヒュージーです。そちらの監視システムを一時的に停止しましたので、今のうちに脱獄なさってください。そしてその牢獄のどこかにあるブラックジャック、通称 BGM のお宝ブラックダイヤも一緒に持ってきてください。まずはじめに BGM の日記を探してください。私が止められる時間は900秒です。900秒以内にブラックダイヤを持って脱獄せよ。では検討を祈ります。おお、いい、これ何だか知らないがチャンスじゃないか。確かに今あの時間の間は監視たちが慌ててるから、今のうちにこうちょっといろいろ探そうぜ。はい、ました。やべやべやべ、お前らおとなしくしとけよ。いいな、おとなしくしとけよ。俺はちょっとこの直していくからな。いいな。ほら、あいつがいなくなった隙間。ちょっと何すんだっけ、日記。そうだよ、日記。なんか脱出ゲームが始まったけど、今週はここまで。次回のテゲテゲーミングは謎解き脱出ゲームに挑戦2。いよいよ牢屋からの脱出に挑む2人、果たして勝つのはどっち。負けた方は罰ゲーム。